みちゃん。何よ。みんなって絶対すごいよね。みんなって絶対偉いよね。りょうなちゃん絶対そう思うんだ。はあ、絶対絶対ってちゃんと日本語喋りなさいよ。何言ってんのかわからないわ。もうわかってるくせに。みやびちゃんやゆみちゃんたちのことだよ。大切な人にちゃんとお別れをして前に進んでるもんね。りょうなちゃんやりょうびちゃんもこのままでいいのかな。なんでりょうびまで混ぜるのよ。なんとかするのはあなただけでしょ。うんうん、りょうなちゃんも絶対そう思う。だってこのままじゃずっと病気お姉ちゃんとお別れできないし。分かってるんだったらさっさとお別れしてくればいいでしょ。うん、それはそうなんだけど、りょうびちゃんはいいの？は？だからなんでりょうびが出てくるのよ。りょうなちゃんはいっぱい病気お姉ちゃんと遊んだし、いっぱいおしゃべりもしたの。だからもしお別れの時が来ても後悔しないと思う。きっとすっごく泣いちゃうとは思うけど。でもりょうびちゃんは違うでしょ。病気お姉ちゃんに言いたいことがあるんだよね。なんであんたにそんなことがわかるのよ。わかるよ。だってりょうびちゃんとりょうなちゃんは双子なんだよ。だから病気お姉ちゃんと会ってからずっとりょうびちゃんが心をズキズキさせてることもわかるもん。りょうびちゃん、病気お姉ちゃんと本当にこのままお別れしちゃっていいの？黙りなさい、バカ犬。うんうん、りょうなちゃんバカ犬だけど黙らない。そうやって迷ってたら絶対後悔しちゃうんだよ。だからだからだから、りょうなちゃんがりょうびちゃんのお尻を叩いてあげる。叩かれたいの、絶対叩かれたいの。りょうびちゃん
んに叩かれたいの。アスカに言われたの。両備の姉さんへのイライラは反抗期、甘えだって。うん、そう、その通り。図星よ、痛いとこ疲れたわ。両備ちゃん、両な、あんたの言う通りよ。両備は姉さんにちゃんと言わなくちゃいけないことがあるの。ごめんなさいだよね。両備ちゃんがお姉ちゃんに言わなくちゃいけないことって、死んじゃえって言っちゃったこと、両備ちゃんは謝りたいんだよね。ううん、違う。両備が姉さんに言いたいことは、ありがとう、なの。ずっとお母さん代わりになってくれて、優しくしてくれて、見守ってくれて、ありがとう。素直な気持ちで、姉さんにありがとうって言いたいの。言葉が見つかった。リョーナとアスカには感謝しないとね。